ルーマニア戦線。ルーマニア戦線は、第一次世界大戦における、ルーマニア王国の参戦とこれを支援する、ロシア帝国軍、及び中央同盟国との戦闘を指す。ホーエンツオレルン家出身の君主カロル一世によって、統治される、新生ルーマニア王国は、王家の故郷プロイセンを含むドイツ帝国、オーストリアイコールハンガリー帝国、イタリア王国の三国による三国同盟に、 加わっていた。しかし、バルカン半島をきっかけに、欧州が不安定化して第一次世界大戦が勃発すると、ルーマニアは同盟条約を破棄して中立を宣言した。ルーマニア政府は戦争は、オーストリアの侵略行為によるもので、相互防衛の範疇には含まれないと強弁した。一方で、カロル一世は、遠赤のドイツ帝国と親密な関係を結んだ。 1914年10月、カロル一世が急死しおいのフェルデナンド一世が不足位した。新国王のヒマリアは、ビクトリア女王の孫であり、イギリス人だった。この妻の影響で、ルーマニアは、急速に連合国側に傾いていくことになる。また、当時のルーマニア首相はもともと新仏論者、若い時期にフランスに留学していたであり。 積極的に連合国に立った参戦を追求していた。戦争の進展につれて、両陣営は盛んに中立国への参戦工作を繰り広げるようになった。ルーマニアにも連合国から打診が行われ、ルーマニアはかつての同盟国オーストリアの領土であるトランシルアニアを要求した。民族的なルーマニア人とハンガリー人が混在していた。 トランシルバニア地方の併合を連合国は受託し、1916年の初めにブカレスト秘密協定が結ばれた。実際にルーマニアが参戦したのは同年の8月だったが、その数ヶ月前に行われたブルシーロフ構成は状況に大きな影響を与えた。参戦に関してベッサラビアへの領土欲も覗かせていたルーマニアロシアが強い不快感を抱いて、 彼らの参戦に反対したという説がある。また、イギリスの軍師家ジョン・キーガンは、第一次世界大戦の中で、連合国は、終戦後に秘密協定を保護にして、ルーマニアのドテキア人を無視することを決めていたという。ルーマニア政府は1916年8月17日に、連合国に参加を表明し、8月31日に、オーストリアイコールハンガリー帝国のみに、 戦線復刻した。しかし、その一週間以内に他の同盟国すべてから戦線復刻される。ブルシーロフ構成で戦った両軍がそれぞれ50万名前後であったことを考えれば、60万名を超えるルーマニア軍は一大戦力と言える。しかし、ルーマニア軍の軍備はロシア軍やオーストリア・ハンガリー軍に比較しても見劣りするものであり、分のは長兵で、 かつ、予備役と現役の区別が兵士では半然としなかった。脳反期には一部を除退させねばならない状態で、近代的な国民海兵軍と呼ぶには無理があった。一般兵士は愚か将校でも字が読めない者がいるありさまで、近代的戦術を実行する能力は皆無と、みなされていた。的にルーマニアは敵の四国から集中攻撃を浴びかねないにもかかわらず、 援軍は、ロシア帝国しか期待できなかった。そしてそのロシアはルーマニアに援軍を送る余力はなく、また、ルーマニア軍に何も期待していなかった。イギリスの保冷書キッチナー陸軍大臣は、ルーマニア参戦を強く推進した人物の一人で、クリストファー・トンプソン中佐をルーマニアに特使として派遣した。しかしキッチナーの思惑とは反対に、ルーマニア軍を視察したトンプソンは、 仮想的国であるオーストリアイコールハンガリー軍とブルガリア軍に勝てる余地はなく、むしろルーマニア軍は連合軍にとっての荷物になるだろうと判断した。報告を連合国陣営は認めようとせず、1916年8月13日に連合国とルーマニアの間で正式な軍事協定が結ばれた。後に空軍大臣を務めることになるトンプソンは同年のうちに ルーマニア軍によって生じた連合軍の被害を抑える役目を担うことになった。彼はルーマニア国内の油田地帯を破壊して、同盟軍によるルーマニア占領の利点を最小限に止める成果を上げている。ドイツ帝国はブルガリアと共に同盟国オーストリアを救うべく、直ちに行動を起こし、戦線が安定化していた中東のオスマン帝国が助力を申し出た。 情勢を詳しく把握していない。ドイツ軍は大軍であるルーマニア軍の参戦を単純に脅威と捉える向きがあった。パウル・フォン・ヒンデンブルクは当時の日記にルーマニアのような小国がこれどの重要な役割を与えられたことは世界史上に例のないことだろう。ドイツとオーストリアは20分の1の人口しかない国に名分を握られたのだと記述している。 8月27日の夜、ルーマニア軍の3個軍は、カルパティア山脈を通っての遠征計画を実行に移し、トランシルバニアへ進行した。攻撃は、ロシア軍と向かい合うオーストリアイコール、ハンガリー軍へと向けられる形になっていた。ルーマニア軍はいくつかの脆弱な部隊を退けて、カルパティア山脈を越え、最初の目標であった、シュビウシと周辺都市を占領した。 ルーマニア軍は、シビウで多数を占めるルーマニア系住民から艦隊を受けたと伝えられ、民族意識を満足させた。しかしそれは、オーストリア軍が4個師団の増援を派遣するまでのことであり、3個軍からなる、ルーマニア軍はオーストリア第一軍の防衛線を突破できず、9月に早くも攻勢は頓挫した。ルーマニア軍の苦戦を見て、ロシア軍は3個師団を、 前線から引き抜いて派遣したが、補給事情からすぐにトランシルバニアへ向かうことはできなかった。ルーマニア軍が衝動的な攻撃を続ける中、反撃はアウグストフォン・マッケンゼン将軍の多国籍軍によって開始された。多国籍軍はドブルジャに駐留するブルガリア軍2個子団を中核にしつつ、ドイツ軍1個旅団とオスマン軍1個軍団がこれを支えていた。 マッケンゼン将軍は多国籍軍をブルガリア国内からルーマニア南部の大都市コンスタンツァの占領を目標に北進させた。国境の町、当時ルーマニア領に展開していたルーマニア軍3万9000名はドイツ軍の支援を受けたブルガリア軍5万5000名の攻撃を受けた。トゥトラカの戦いは同盟国軍の勝利に終わり、2万名前後のルーマニア兵と380人の ルーマニア人将校が降伏した。ルーマニア第三軍は援軍の投入によって国境部隊を大幅に増員し、かろうじてコンスタンツァ目前で攻勢を押しとどめた。連合国軍はルーマニア軍が独力で戦いを進めることを望んでおり、援軍を派遣したロシア軍も前日の通り補給不足に苦しんでいた。こうした状況はブルガリア軍と ドイツ軍の結束と対応なし、同盟軍の反撃をより容易にした。9月15日、ルーマニアはトランシルバニア進攻計画の中止と南部戦線への主戦力投入を決定。ルーマニア軍の進攻はわずか1ヶ月足らずで中止に追い込まれた。アレクサンドル・アベレスク元帥はトランシルバニア方面のルーマニア軍主力から戦力を集めてドナウ川に沿ったと呼ばれる。 大規模な反撃を開始、並行してドブリチでルーマニア軍とロシア軍の共同攻撃も行われた。数的に大幅に上回っていたルーマニア軍の反撃ではあったが、ドナウ川の増水やオーストリア海軍の攻撃にとかは難重した。それでも一部部隊が対岸に共闘法を築いたものので、ブルガリア軍に敗北し、続いてトランシルバニアで オーストリア軍の反撃が開始されると、ルーマニア軍主力も退却した。一連の戦いで、ルーマニアが攻撃側から防御側に回ることが決定的となった。ほどなく、ロシア軍の増援が首都ブカレストとコンスタンの間に到着して、9月23日まで同盟軍の攻勢を防ぐことに成功した。ブルガリア国境で戦闘が行われる中、9月18日時点で、 トランシルバニアの同盟軍はドイツ第9軍司令官のエーリッヒホン・ファルケンハイン元参謀総長の指揮下に置かれていた。トランシルバニアでの同盟軍の反撃は、お占領するルーマニア第一軍に行われ、ルーマニア軍の前進を停止させた。8日後にドイツ軍の2個山岳次第がシビウ近郊で占領を終えつつあったルーマニ軍部隊を撃退し、ルーマニア軍は、 山岳地帯へと配送した。対するルーマニア軍も10月4日に第2軍をブラショブを守るオーストリアイコールハンガリー軍に差し向けた。しかし攻撃は失敗に終わり、そればかりかルーマニア第2軍がさらに後退する結果を生んだ。二つの敗北の後、ルーマニア第4軍は10月25日に敵と戦わずに大きく後方へと退却し、 ほぼ海戦前のラインへと戻っていった。ファルケンハイン将軍はトランシルバニアから退いたルーマニア軍を追って相手の防衛線を丹念に調べた上で攻撃に移った。数週間後に彼はバルカ山への攻撃のためにアルペン師団を投入することを決め攻撃は11月10日に開始された。ルーマニア兵を打ち破ったアルペン部隊の将校の一人はエルビン・ロンメルも含まれいた。 11月11日に当時中尉であったロンメルはデスクル遺産の占領においてビュルテンベルク山岳大隊を率いて参加した。攻撃は11月26日までに山岳地帯にこもっていたルーマニア軍を立ち間地方の平原地帯に押し合ってしまった。同盟軍の追撃でルーマニア軍は崩壊寸前にあったが山岳地帯に大雪が積もったことで 同盟軍も一旦進撃を停止せざるを得なかった。一方、南部の同盟軍はすぐに新たな攻撃には移らず、沿岸部を確保するための慎重な準備に1ヶ月間にわたる時間をかけた。マッケンゼン将軍が次の攻撃に移ったのは10月20日のことで、彼の軍はルーマニア軍とロシア軍、ザエオンチコーフスキー将軍の一行軍団の共同戦線を破り、 10月22日に目標であったコンスタンシの占領に成功した。ルーマニア軍が後退した後、から空きになったドブルジャの防衛は、ロシア軍が単独で行わねばならず、じりじりとドナウデル隊と交代を強いられていった。ロシア軍は、士気や武士を削られ続け、戦線前方の戦力を減少させたマッケンゼンは、ドナウ川を溶かして、直接ブカレストへ進軍するための戦力を抽出する。 ことができた。マッケンゼン軍の半数近い兵士が、戦線後方のスビシトフへと下がり、上陸準備を進めた。11月23日、マッケンゼン軍の一部が、ドナウ川とかに成功して、ブカレストへと迫った。ルーマニア軍は、強行状態に陥り、マッケンゼン軍は、非常に弱い抵抗を受けただけで速やかに、ブカレスト包囲へ駒を進めた。ブカレスト占領は、 ルーマニア軍に止めの一撃となり得ることが予想されており、新たに総司令官となったコンスタンチンプレザン元帥は全軍を動員して必死の反撃に移ろうとしていた。計画は大胆であったが、戦力不足が否めず、マッケン全軍の分隊を抑えることに防殺されていたロシア軍は攻撃に反対した。十二月一日、結局ルーマニア軍は作戦を強行したが、 三日後には、ルーマニア軍は、跡形もなく駆逐されていた。ルーマニア政府は、ヤシシに戦闘を宣言して首都から逃亡し、十二月六日に、同盟軍の騎兵部隊がブカレストに入場した。一連のブカレストの戦いで十五万名以上のルーマニア兵が降伏して、同盟軍の捕虜となった。ルーマニア軍の残存戦力は、幾分存在していたものの、ルーマニアの半分以上が、 同盟軍の占領下に置かれていた。ルーマニア軍の敗退で、ロシア軍に南部戦線により多くの戦力を配置せねばならず、国防上の負担を強いられた。ルーマニアキャンペーンは、マッケンゼンとファルケンファインによる、同盟軍の鮮やかな圧勝であった。モルダビアへと引き下がったルーマニア軍と政府は、増員されたロシア軍の強固な防衛線の後ろに、下がって、攻戦を試みた。 同盟軍はルーマニア軍に致命傷を与え、領土の多くを獲得したことで、東部戦線の安定化をすでに得ていた。また、ロシア軍も本土につながるモルダビアには本格的な戦力を投入していたため、両軍ともに大きな動きは見られなくなった。1917年後半、ロシア軍がケレンスキー構成で東部戦線の同盟軍に打撃を与えると、これに乗じて、 ルーマニア軍も攻撃を観光した。結果として、ルーマニア軍は、マラシティとマラシェシティという二つの戦いで、同盟軍から戦術的な勝利を得ている。これは、ルーマニア軍にとって第一次世界大戦における数、少ない勝利であり、戦局にさほどの影響はなかったものの、ルーマニア軍の官邸名に用いられるなど、軍の誇りとされた。1918年5月7日、 ロシアが革命で戦争を離脱すると、後ろ盾を失ったルーマニア軍と政府は、同盟軍に降伏した。直ちに、ブカレスト講和条約が締結され、ルーマニアは、同盟軍の占領地として、総督府が設置された。ルーマニア降伏は膨大な穀物と石油を、同盟軍に与え、連合軍にとって不利な状態を与えた。大戦末期の1918年11月10日、 同盟国の形勢不利が明らかとなる中で行われたテスタロニキでの構成はブルガリアを降伏に追い込みバルカン戦線でも連合国が主導権を握る結果を生み出したここでルーマニアは同盟国に反旗を翻して連合国の支援により独立を回復した11月28日にルーマニア王国は敗戦したオーストリアイコールハンガリー帝国のトランシルバニア地方で 住民投票を、こう、同地を独断で自国に併合した。オーストリアイコールハンガリーはこれに反発したが、ルーマニアは、戦勝国の立場を背景に、ベルサイユ講和条約で、トランシルバニア併合を認めさせることに成功した。同盟国ドイツもブカレスト講和条約の全面破棄を認める第259条の存在によって、これを追認するしかなかった。その後、 オーストリアイコールハンガリーは崩壊へと向かうが、皇族国家の一つであるハンガリー評議会共和国は、ルーマニアの欧米な行動に強く抗議し、トランシルバニア住民の三十四パーセントを占めるハンガリー人の奪還を論じた。だが共産政権である同国の存在は、国際社会の同意を得られず、四面疎下の状態で九百十九年に、周辺国の連合部隊によって強制的に、 崩壊へと導かれた。ルーマニアもこの流れを後押しして、トランシルバニア学会の試みを遠ざけようとした。ルーマニア軍は明らかに連合軍にとって、間の悪い状況で戦争へと踏み入った。1914年ならセルビア侵攻に対する備えとなり得たかもしれないし、1916年前半であれば、戦力不足で、 あと一歩の結果に割ったブルシーロフ構成に加われたかもしれない。ヴィンセント・エスポジトの著作は以下のように論じている。軍事的に見てルーマニア軍の行動は最悪と言えた。彼らはトランシルバニアに野心を覗かせる間、南部のブルガリア軍の存在に対して何ら注意を払っていなかった。加えて自軍の攻撃が山岳地帯で阻まれた時、 反撃に備えることもしなかった。そして何よりルーマニア軍は戦力を集中させるという行動を一度も試みなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。